私自身本当に人生で初めてで、いろんなことをやっぱ経験させてくださったお客様との思い出がやっぱりたくさんあるので、ペットのパートナーとして選ぶ一匹をやっぱ一緒にじっくり選べるようなお店にしたいなっていうふうに思ってます。あと個人的に嬉しいのが、まあディズニー大好きなんで、東京ディズニーリゾートが近くなるのがすごくハッピーです。いきよしか勝てん。はい、レプタリズ東京秋葉原本店店長になりました、いきよです。はい、今回秋葉原本店の店長ということで就任させていただいたんですけれども、秋葉原という土地でいろんな挑戦が今まで以上にできるなというところで、すごくプレッシャーもありますけれども、やっぱりプレッシャー以上にやっぱり楽しくみんなで頑張りたいっていうところと、爬虫類の本当に美しさ可愛さをもっともっと伝えていけたらいいなと思っております。ですね、私は愛知県出身なんですけれども、この爬虫類のお仕事について静岡に来てもう4年経ったんですけれども、やっぱり関東に住むというのは私自身本当に人生で初めてで、やっぱりまあ地元からもちょっと離れるし、まあだけどやっぱり人生一度きりなんで、やっぱりいろんなとこに住んで生活できたらいいなと思ってます。あと個人的に嬉しいのが、まあディズニー大好きなんで、東京ディズニーリゾートが近くなるのがすごくハッピーです。静岡店が閉店するとやっぱり聞いた時は、やっぱり私の爬虫類のこの仕事に携わる中で、やっぱり4年間ずっと静岡という土地で、まあいろんなことをやっぱ経験させてくださったお客様との思い出がやっぱりたくさんあるので、スタート地点である静岡っていうお店が閉まるっていうのはやっぱり寂しい気持ちもすごくあって、でまあ、だけどやっぱりこの静岡っていう土地で、まあ、たくさんのお客様に経験させていただいたことを、次は秋葉原本店という土地でもっともっとパワーアップして頑張りたいなっていうふうには思ってます。やっぱり何より本当におしゃれな店内に今回も仕上げていただいて、素敵なお店を作っていただいたので、爬虫類ショップっていうところの中でも本当にこんなおしゃれなお店あるんだっていうところで、ちょっとおしゃれなお店あるから行ってみようかなっていう感じの感覚でも来ていただけるぐらい本当に素敵なお店に仕上がったので、まずはお店の内装にも注目していただきたいなっていうところと、ボールパスはもちろん今まで以上にパワーアップしてもっと高みを目指して、いろんなモルフも扱っていきたいなっていうふうには思ってるのと、まあレオパード結構だったりとか、まあトカゲだったりヤモリだったり、いろんな生態を一緒に頑張らせていただけるようになったので、私からもっともっと他の生態の良さも伝えていけたらいいなと思ってます。目標としていることは、私自身がやっぱり女なので、やっぱり爬虫類ショップの中でもなかなか女性がやってる店長のお店っていうのはちょっと少ないと思うんですけど、まあ女性の方でも今たくさんの方が、まあ、爬虫類の魅力を知っていただいてたくさん飼育されてる時代になってきてるんですけど、ちょっと買ってみたいけどちょっと入りづらいなっていう気持ちがなかなか爬虫類ショップあると思うんですけど、フレンドリーで入りやすいなお店にもしたいし、ペットのパートナーとして選ぶ一匹をやっぱ一緒にじっくり選べるようなお店にしたいなっていうふうに思ってます。もちろん行きよしか勝てん。今まで静岡店たくさんのお客様に愛していただきました。やっぱり私と慎太郎さんで一緒に用意どんで始めた時から、まあ私一人で頑張ってた時から、また田中が一緒に入ってきてくれて、で静岡店もやっぱりメンバーがこう加わっていって、生態もパワーアップしていってって、いろんなことを成長しながら頑張ってきたんですけど、ホームな温かいお店に皆さんのおかげでもなったなっていうふうに思ってますので、これからも秋葉原本店っていう土地に私は行くんですけれども、静岡店でお世話になったお客様にも秋葉原本店でパワーアップした私と田中に会いに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。本当に今までたくさんの経験をさせていただいて、私自身も本当にすごく成長できたなって思ってますので、本当に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。そしてこれからは秋葉原本店店長としてレプタリズ東京頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。